GD-ROM は、セガとヤマハが共同で開発した光ディスクメディア。直径は、CD と同じ12センチメートルであるが、記録密度を高めることにより、約1ギガバイトの容量を達成している。セガの家庭用テレビゲーム機ドリームキャストや、後のセガインタラクティブにあたる部門の業務用、システム基板、ナオミ、ナオミに、チヒロ、トライホースに採用された。GD-ROM の記録面。 三種類の領域に分かれているのが確認できる GD-ROM では 1GB の容量を実現するために CD-ROM とは異なる独自のフォーマットを採用している。その実態はマルチセッションにした CD-ROM の2セッション目を高密度フォーマットで記録したものであり物理フォーマットとしては対別して3つの領域に分けることができる。GD-ROM では読み出しの効率を高めるため ディスクのピックアップ上の通過速度が速くなる、災害周部から順にゲームデータを記録している。つまり、ゲームデータ自体のサイズが小さい場合でもデータは、災害集まで記録されていることになる。第2セッションの内集側は、通常、例が延々と続く、ダミートラックで埋められており、実際のゲームデータはその後に続いている。このような独自のフォーマットを採用した理由には、 大容量化の他に不正コピー対策という側面もあった。しかし、ドリームキャストのシステムにプロテクトがかけられていない CD-R で任意コード実行が可能となるセキュリティホールが発見され、シリアルポートやブロードバンドアダプターを経由したデータ転送を使用して GD-ROM から CD-R へメディア変換を行う不正コピーが横行してしまった。ありがとうございます。